スクランブルナイト。この時間は片町商店街振興組合販促副委員長の堀田博文さんをお迎えしています。堀田さん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。さあ、堀田さんと一緒にお送りする続いてのコーナーは、はい、チャレンジ企画となりますね。はい、今日オープニングでもご紹介しました、街中のイルミネーションスポットを、はい、京子ちゃんにレポートをしてもらいたいと思います。はい、はい、さあまずはどこに行っているんでしょうか。では一緒に、はい、京子ちゃんと、はいはい、呼びかけてください。はい、では呼んでみましょう。せーの、京子ちゃん。はーい、片町スクランブル交差点にやってまいりました。なんと片町も一緒です。片町、こんばんは。こんばんは。片町、さっきからすごい人気で、うん、周りは人だかりです。人だかり。片町ファンの皆さん、港です。すごいですね、握手されてなんかスターみたいですね。片町さあ、こちらの片町スクランブル交差点なんですけれども、はい、平日木曜日といえども結構人多くいらっしゃいますよ。なんか気温もかなり寒いんですけれども、ね、皆さんダウンや大きなコートを着て、でちょっと背中を丸めながらスクランブル交差点渡ってらっしゃいます。お仕事帰りのサラリーマンの方多いですかね。はい。にぎやかな声が聞こえてきます。酔っ払いが、あらら。イエーイ。ガードマン、ガードマン。大丈夫？お父さんすごい楽しそう。はい、片町いいですよ。片町の夜って感じですね、堀田さん。ジャギ、ジャギ、ジャギ、ジャ。京子ちゃん、京子ちゃん、大盛り上がりのスクランブル交差点ですけれども、うん、こちらにはどんなイルミネーションがあるんですか？なんて？どんなイルミネーションがあるんですか？はい、トミさん見てください。はい。じゃじゃーん。お。わかりますか？あちらの木が。おー、色が変わった。うん、赤色。これは向かい側の木にも輝いているんですけれども、紫色ですね。こちらのスクランブル交差点、今年はレインボーカラーに輝いてます。へえ。あ、青色に変わった。変わりましたね。うん、そうです、変わりました。期間はですね、11月1日から2月いっぱいまでこちらのイルミネーション輝いていますので、ぜひ皆さん片町に繰り出した際にはこの色の変わる木をご覧いただきたいと思います。京子ちゃん。はい。この色は何色ぐらいあるんですか？レインボーです。虹色7色に輝いてます。へ、どれくらいの単位でこう色は変わっていくんですかね？信号待ちをしていると全色制覇できそうな感じですよ。次々変わります。2分ぐらいですかね。今こちら青に変わりました。イルミネーションの写真を撮っている人とかもいるんでしょうか？写真はどうですかね。でも皆さん信号待ちがてら、やっぱ見上げてる方結構いらっしゃいますよ。やっぱ目につきますね。坂津さん、はい、はい、片マッチとともにこちら片マッチスクランブル交差点からお送りしています。これから遊びに行く人たちでいっぱいのこの交差点で、より一層このイルミネーションも輝いています。片マッチは今どんな気分なんですかね。片マッチどんな気分ですか？気分は上々でかなり人気者になったと大満足のようです。かなり人気者です。はい、じゃあ京子ちゃん、この後も引き続きレポートお願いしますね。
さあ、賑やかでしたね、片町。うまくいきましたね。ね皆さんこうお酒も飲まれて、そうですね、人結構歩いてましたね。はい、平日も賑わってました。はい、やっぱ絡まれるのをちょっと危惧してたんですけど、やっぱり絡まれますね。一応ガードマンが近くにいるはずなんですけど、スターになってましたね。はい、もうちょっと引いて遠くから見たいですね、片町。じゃあ続いての声が入ってます、ね、縦町での。レポートではちょっと、はい、縦町の全身像、ね、全身を見たいですね、はいはい、次はあの大きな、ね、ツリーも登場するということですかね。あの大きなあの縦町の奥のですね、はいはい、楽しみです。さあ今ご覧いただきました片町のイルミネーション2月末まで行われているということで、はいはい、北国銀行側 とそして向かいの赤ビル、はいはい、ちょっとセブンイレブンさんが向かいにある、ねはいはい、の木 の、ね、あの大きい木のあるところの木を、はいライトで、うん、LED のスポットライトでこう照らしてで色が、7色にこう、あの変わるっていう、うん、商店街であのそういう試みは全国で初という、ことです。そうなんですね、はいはい、ぜひこちらも皆さん見に行ってくださいね、はいはい、ということでイルミネーションまずはパート1お送りしました、はい、次はパート2です。